はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。では今回は、ハーツオブアイアン4第1次世界大戦モッド、第2次世界大戦を始めていくところを、プレイしていきたいと思います。で今回はいよいよですね、アメリカに対して宣戦を布告してですね、大戦を巻き起こしていきたいなと思っているんですけども、そのための準備段階としてまず師団の再編を行いました。当面の目標はですね、フィリピン、アメリカが領有しているフィリピンの解放になっていくので、このフィリピンに対して強襲上陸をするために10師団編成のものを、合計6個用意しました。こちらから 1,2,3,4,5,6 個というこの手段を使って、フィリピンをね、解放していこうかなというふうに思っています。であと海軍の方も再編を行ってまして、今主力艦隊が12あります。なのでこの12の、艦隊でフィリピン、あとは日本の近海をしっかり守ってですね、まずは、アメリカ海軍を、叩いておきたいというふうに思っています。じゃあその戦争の目標であるアメリカなんですけども、国力をちょっと見ておくとですね、まあ、第一次世界大戦で戦っていない分やっぱり強いなという印象です。まず師団が100から200、さらに海軍の戦力がこれがすごくて、まあ、1200、まあ、マックス値ですけどね。で航空戦力に関しては3万7000マックスでは、これを見た上で、我々日本はどうかというとですね、ご覧のような感じです。陸軍の師団数こそ、優位に立っているものの、まず、海軍の戦力これは半分以下、さらに航空戦力に関しては3分の1、かなり厳しい戦いになりそうな予感がしています。なので、戦いだけじゃなくてしっかり国力もつけていくということで、まあ、核も、ね、製造をするための原子炉を作っているんですけど、併合して、軍事工場、ピンチ工場も建てていくという内容です。ではアメリカに対して宣戦布告をしていく準備を始めていきましょう。まずは海軍、再編しているので、再編した戦力をですね、割り振っていきましょう。日本近海にまず絶対に取られたくないところはもちろん日本近海、ここに主力艦隊を集結させていきましょう。じゃあこれをやっていきます。では海軍の展開を済ませましたので、ここからいよいよアメリカに対して宣戦布告をしていきたいと思います。で、各国に対しては一応ですね、まあ、外交で関係の改善を行っています。海軍の展開が終わっているので、実際に移動が済んだらですね、アメリカに対して宣戦布告、その準備を発動していきましょう。でそれに伴って師団も移動を開始しておきます。で研究の枠も使っていきましょう。まあ歩兵装備を順当にアップグレードしていきましょうかと思ったけど、608日はちょっともったいないね。いくらなんでも支援中隊をじゃあ入れるっていう話でもないしな。野戦砲のアップグレードをじゃあかけていきましょうか。でさらに余っているものはどうしようかな。闇雲に使ってももったいないけど、使わない方がよりもったいないので戦車のアップグレードをしておきますか。じゃあで資源不足はもう鉄の、ね、資源不足を解消するのは不可能なので、ちょっとこのまま我慢しましょう。
では艦隊の動きも十分に整っていると思いますので、ここでアメリカに対して満を持して前線布告の準備を始めていきます。でこの前線布告したら、同時にフィリピンに強襲上陸をかけていきたいので、どの部隊を送るかだな。まあ無難に、戦車もいて、山岳兵もいて、装甲車部隊もいる、こちらの部隊を最初に送り込む師団という形にしましょうか。で、上陸が完了したらすぐにね、後続の部隊を送り込んでフィリピンを解放していきます。まあ、アメリカ軍の戦力、特に海軍戦力、我々の2倍あるので、あんまり遠くに遠征して艦隊決戦するよりは、引きつけて引きつけて、戦闘した方が、まあ、現実的かなと思うので、そういう運用をちょっと考えています。アメリカに対しての宣戦布告、その完了予定日が9月の26日、今が6月なので、まあ、約3ヶ月後になりますかね。では時間を進めていきます。そしたらアメリカへの宣戦布告可能になりましたので、早速アメリカに対して宣戦を布告していきます。おっと、ちょっと待ってね。彼らの領土に我々の部隊がいるということなので、ちょっとどこにいるの、誰がっていうのをちょっと確認していきましょう。そしたら宣戦布告していきます。ちょっと待ってね。その前に一旦部隊を戻した方がいいね。この時点で宣戦布告が可能だと思うので、宣戦布告をしていきます。さあ開戦だ。まずは海軍、フィリピン近海を抑えてるね。いやー、とはいえだ、とはいえアメリカ軍も強そうだな、さすがに。で至る所でいろいろ起きてるな。物資不足も起きてるし、強襲上陸も受けている。早いな。うわ、大雨、一斉にフィリピンから飛行船が飛び立っている。これ敵の飛行船ですよね、きっと。艦隊船。まず初戦は勝利でいいのかな。まあ、どっちとも言えない形かな。勝ったとも負けたとも言えない。ちょっと待ってね。あとは彼らがうまく機能してないな。もう一度練り直しましょう、ちゃんと。
で物資不足が起きてるところはなんとかクリアしていくしかないな。まあ、さっきの対戦第一次世界大戦完全勝利で終えてる分、あの軍のね、まあその力というか経験値みたいなものはすごく持っていると思うんですけど、今回前線に投入するのはそんな彼らではなく、新兵をまず投入して様子を見ているっていうところがあるので、おっと上陸されてるね。じゃあまずこの上陸してきた人たちをうまく潰していきますか。であとは部隊の一部を割いて早めに潰しておきましょう。ちょっと時間かかりそうだな。大陸の方は完全に油断してたね。新兵とはいえしっかりと装備を持たせた部隊投入するので、十分に駆逐できるかなとは思います。駆逐してるね。 OK だ、何にも問題ない。さあ味方の強襲上陸はというと、フィリピン近海の制海権が取れてないか。いやいや、やるなアメリカも、さすがよ。でまた強襲上陸受けている。ちょっと強襲上陸の受け方がえぐいな。この辺りはちょっと部隊駐屯させますか。そしたらまあ、あの上陸してきた部隊をね地味にぶったたいていって、確実に敵の戦力を削いでいくというのもありだとはもちろん思うんですけど、見逃してると取り返しがつかないことになることが、往々にしてあるので、ちょっとそこだけ注意をしっかりしておきたいかな。制海権が取れない。そしたら心臓部隊にはなりますけども、ここに司令官任命して新たにフィリピン近海ここに派遣しちゃいましょう。これで制海権が一時的に取れているはずなので、上陸をしてくれるはず。重たいな。上陸ができるかどうかちょっと微妙な感じになってるね。となると跳ね返されることを、まあ、念頭に次の強襲上陸を計画しておきましょう。海兵隊を送る。跳ね返されるね。跳ね返されちゃうか。ちょっとここはしつこく強襲上陸を繰り返しましょう。なあ、強襲上陸起きている。受ける側だな多いのが、やっぱりどうしても。まあアメリカ軍のがね艦隊戦力多く持ってる分、
どうしても正解権不利ですね、序盤は。特に序盤は。ただここは負けていられないので、なんとかフィリピンの解放を狙っていきましょう。あとは艦隊戦だね、艦隊戦。まだ上陸されてるよ。ここはクエルでいいのかな。まあ、防戦一方にはなってますが、この防戦で確実に敵の手段数を削っていきましょう。でその中でなんとか活路を見出します。ちょっと待ってね。軍内における反抗、我が軍のいくつかの部隊が上官からの命令を拒否したというニュースが伝わってきたという話か。まあ反抗者の前で愛国的演説をして一旦しのぎましょうか。政治力余ってるし。それよりも今はフィリピンをとにかく取ること。強襲上陸がうまくいってくれないときついよね。ちょっと待ってくださいね。今バグっちゃってますけども、跳ね返されるよな。なかなかフィリピンうまく上陸できないでいるね。人を割り当てておいて、師団の数質はおそらくアメリカ軍にも引けを取らない陸軍にはなってると思うので、ひとたび上陸さえ果たせれば、十分に蹂躙できるんじゃないかなと目算はしてるんですけどね。そこまでちょっと今たどり着けてない、まあ、そういう状態です。ここにもアメリカ軍、いやこれはフランス軍だな。フランスとアメリカが同じ色してるからちょっと分かりづらい。正解権を確認します。取れてるね。取れてるから上陸作戦を行ってほしいところだけど、どうだ。61機の戦車がごめんなさい完成しましたね。これはすぐにでも、製造のラインを切り替えたいな。
先に製造ラインを切り替えましょう。61に変えます。61に変えて、さあここからだ。一度ちょっと練り直しますか。そしたらプランを、3箇所に上陸作戦をかけていきましょう。まず上陸しないことには始まらないからね。3箇所同時に上陸なら多分上陸できると思うんですけど、どうしても港はアメリカ軍もしっかり守っていると思うので、まあ、そう簡単に上陸ができないですよね。よし、上陸できているが、これは、まあ、言い方悪いけど、半分おとりみたいなものになってしまうと思うので、次の強襲上陸をしっかり成功させないといけないですね。次の強襲上陸は、そうだな、海兵隊を送りましょう。さあ、上陸した部隊だ。上陸した部隊はちょっと厳しいかもしれないけど、アパリを取りに行きます。で、1部隊足の速い装甲車部隊だけ別の進路をたどります。包囲できちゃえば、あるいはね、殲滅するできるチャンス生まれると思うんで、よし、包囲はできた。できたら一気に壊滅させよう。アパリさえ取れれば、港が抑えられるので戦局が変わってくるかなと思います。よし、取った、取りましたね。ちょっと一旦時間止めます。で、その上で研究枠は一旦陸軍の装備系シフトしていきましょう。で、上陸した部隊なんですが、彼らはこのまま塔を南下してもらいましょう。マニラあたりまで進軍できればいいかな。進軍します。アメリカ軍の迎撃部隊はいないな。どっかで待ち受けていると思うんですけど、アメリカ軍の迎撃部隊が、これをどこで迎え撃つかですね。今のところそれらしい部隊はいないな。そうすると、じゃあ後続の部隊を一度フィリピンに駐留させましょうか。フィリピンの全土をこれで取りに行きます。フィリピン軍が本当にどこにいるかだね。
ところ、アメリカ軍らしき部隊が、マニラ近辺にちょっといるぐらいで、これも壊滅できましたね。今フィリピンの解放はすんなりいったな。上陸さえすれば。いや、我が軍は無敵じゃないか。序盤の快進撃がね、後の悲劇を生まなければいいなというのはもちろんありますけど、徴兵の忌避どうなんだろうな。陸軍省による新たな報告書において動員可能な人的資源の著しい減少が示された。まあでもまだまだ、人的資源余裕はあるけどね。直近の入隊者の一団は当初想定されていたよりもはるかに少なかったようだということですね。まあ、ここは入隊した兵士へ昇給をして、モチベーションを高めましょう。でアメリカ軍を駆逐する。よし、あとはセブ島にわずかばかりの軍が残っているっていう感じかな。まず作戦初期の段階、フィリピンの攻略は順調に進んだね。となると次は、まあ、ハワイとか、まあ、そういったところになっていくのかなと思うんですけど、まあ、セブ島をじりじり攻略するとして、あとはドイツの拠点をうまく利用してここハワイを攻略する。でハワイから、まあカリフォルニアを狙うっていうのが、まあ一番取りやすい作戦かな。はい、では長くなりましたので今回ここまでにさせていただいて、次回以降ですね、アメリカとの対マン戦を、やっていきたいというふうに思います。こんな感じだね。陸軍の師団数はやっぱりうち我々が上回ってるよね。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。